こんにちは、ティラミスです。今日もスカイリムをプレイしていきたいと思います。さて今回は、生産の僧侶が、この洞窟の中に囚われているようなので探しに行きたいと思います。はい、死んだかなと思ったけど生きてました。こんにちは、ティラミスです。今日もスカイリムをプレイしていきたいと思います。さて今日はこの、生産の僧侶を救出するということで洞窟の入り口までやってきました。というわけで早速中に入ってみましょう。私がついてますよ。はい、さあ吸血鬼がいるはず。中にはあのガーゴイルとかも動きそうやね。おおびっくりした。あ、早速いたわ。おお、かっこいい。さて、お、どこにいる？誰？戻ってきなさい。あ、上にいる。よいしょ。痛い痛い。矢が刺さった。痛い痛い。リディアさん頑張って。やめろ。勝てると思ったら大間違いよ。よいしょよいしょよいしょ。わっわわー、もうやめてよ。さあさあ、いっぱいいるね。お、マルクスって あの人が黒幕や。危ない危ない。よいしょ。さあ頑張って、セラーナさん。よし、オッケー。わっ、待って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 。よいしょよいしょ。さあよし、オッケー。さあ、さっきの彼は、この人ね、なんかすごいの持ってるわ。もらっていこう。この先に進んでいけばいいのかな。あれ、魔法の障壁を解除する。オッケー。どうすればいいの、入るの。あれ、あ、人がいる。この人なのかな。どうやって破壊すんのやろう。はい、あ、さっきのやつやね。作動。わあ、敵対してる。大丈夫？おい、やめてくれ、降参だ。あれは君と戦うつもりはなかったんだ。大丈夫？状況は理解してたけど、体が勝手に動いたんだよ。ありがとう。あの薄汚い吸血鬼の手に落ちずに済んだよ。よかった。お話ししましょう。
ちょうどいい時に来てくれた。あの吸血鬼どもも腹を空かせてたところだよ。大丈夫か？君のおかげで大丈夫だよ。デキソン・エビカス、白金の塔の生産の僧侶だ。この吸血鬼たちは私に対して何か企んでると言ってたが、詳しくは語らなかった。おそらく身の代金目当てだろう。愚か者どもめ。彼らが何を求めていたのかはわかる。同じ理由で力を借りたいからだ。君が？いいだろう、謎にはこと足りてるからね。我々はドーンガードという読んでもらいたいエルダースクロールがある。清掃の書を持ってるのか。すごいじゃないか。私の歴史観が確かなら、ドーンガードは吸血鬼ハンターたちが集う古の組織だったはずだ。清掃の書のことなら喜んで協力するよ。行くべき場所があればどこだろうと言ってくれ。我々はステンダールの塔近くのドーンガード砦にいる。分かった。吸血鬼たちがゾロゾロ現れる前にすぐそこに向かおう。よし、よかった。無事に協力を仰ぐことができました。じゃあ早速砦に戻ってイスランに成功を報告しましょう。ただいま。驚いたな。生産の僧侶をそんなに早く見つけるなんて。書は彼が持っているな。準備は万全なのか？解読のために。そうか。では準備ができたらこの年寄りに教えてくれ。うん、セラーナさん近い近い。はい。いや、いや、御用は何だい？無事に巡りついてくれて何よりだ、デキソン。おや、私の救世主じゃないか。また会えて嬉しいよ。仲間たちが歓迎してくれたか？こういうおもてなしには不慣れだが、君の友達のイスランはとてもよくしてくれているよ。それにしてもここは素晴らしい砦だね。故郷の仲間にもぜひともじっくり見せてやりたいよ。この人めっちゃいい人じゃない？なんか お坊さんっていうか、なんか難しい人なんか出てくるのかなと思ってたんやけど。エルダースクロールを読む用意はできているか？もちろんだと思う。書に隠された秘密を探ろうじゃないか。みんな静かにしてくれるかな。集中したいんだ。はい。見えるぞ、巨大な弓が見える。この武器には見覚えがあるぞ。アーリエルの弓だ。声がささやく。夜の子供たちの中からドレッドロードが現れる。戦いの時代、ドラゴンたちが人間の国に舞い戻るとき、闇と光が混ざり、夜と昼は一つになる。声がかすれて言葉が歪み始めている。はあ。でもちょっと待った、まだ続きがある。弓の力の秘密はどこか別のところに書かれている。他の書に記録された予言の続きがあるようだ。見えてきたぞ。書の一つにはドラゴンに関する古の秘密が含まれ、もう一つには古き血が持つ力のことが記されている。暗くてもう見えないよ。予言を全て知るには残りの二巻の書が必要だな。休息が必要だな。
ありがとう。書を読んだせいでクタクタだよ。私がついてますよ。五郎太陽、少々休んだ方がいいぞ。まだここです。少し話がしたいのですけれど。はい、どうぞ。私がついてますよ。少し話がしたいのですけれど。何を考えている？生産の僧侶デキソンは清掃の書がもう二つ必要になると言っていましたけれど、どこにありそうかの見当ならつきますわよ。お、もっと早く言わなかったのは。あなたのお仲間さんたちの半数は私と話すくらいなら殺そうとするでしょうね。信用したくはなりませんわね。父の歓迎の方がマシでしたと言えばお分かりでしょう。はい、ハルコンのことは信頼しているのか？信頼云々の問題ではなくて、父は予言一辺倒になってしまったの。私に分かる限りでは、さらに千年ほど没頭したことで改善するはずもなかったようですわね。何か趣味でも見つけてあげるべきでしたわ。父はもう私のことを娘とは思っておりませんわ。私はただの道具に過ぎませんのよ。で、そのエルダースクロールはどこに？私の母バレリカを見つけなくては。母ならそのアリカを絶対に知っていますわ。もしかしたら持っているかも。どこに行ったのかわからないと？母と最後に会った時はどこか安全な場所へ行くと言っておりましたわ。父が決して探さないような場所へ。それ以外は何も言わなかった。でもあの父が決して探さない場所という言い方はやたらと強調的で、どこか謎めいておりますわね。用心していたみたいだな。そうですわね。なぜあのような言い方をしたのかよくわかりませんわ。それに父が探すのをためらう場所なんてありますかしら。探す時間だっていくらでもあるわけですし。他にいい考えは？あ、これありえそうじゃない？ヴォルキハル城の城内に隠れている。お待ちになって。きっとそうですわ。お城には中庭があって、母がその庭園の世話をするのをよく手伝いましたわ。うちの薬の材料はみんなそこで取っておりましたの。母曰く父はその場所が大嫌いだったようですわ。ちょっと和やかすぎるから。城の周囲をうろつくのは危険じゃないのか？その通りですわ。でも母は卑怯者ではございませんの。つまりそこへ行っても母に会えるとは思わないのですけど、調べる価値はありそうですわ。うん、正面から入れてもらえるとは思えない。そのようですわね。けれども騒ぎを起こさずに中庭まで行く方法がありましてよ。島の北側に放棄された入り江がありますの。前の所有者たちが城に荷物を持ち込むときに使っていた場所なのですけれど、昔の脱出用トンネルが城からそこまでつながっていますわ。あそこから入れるはずですわよ。ほう、じゃあ行こっか。城の秘密の入り口に向かおう。城の横手に回ったところですわ。行きましょう。はい、はい、で、何が必要ですの？ドーンガードのね、仲間たちを従者にできるようなので、まあちょっと男の人加えてもいいかなと思ったんですが、今回はねブラウンを連れていきたいなと思います。よし、どうした？吸血鬼でも借りに行かないか？ほらほら、行くぞ。はい、何が必要ですの？よし、というわけで。まだここです。偵察、敵の本拠地へ行きましょう。というわけで、お城のところまでやってきました。
こっそりね、お城の中へ入る道を。そうですか、あそこを曲がったところ。探しましょう。お、ここ敵の反応あり。お、いるいるいる。何か聞こえました。セラーナ早いな。あ、スケルトン。全然こっそり入れてないけど大丈夫？ごめんブラン。よいしょ。よし、死んでしまえ。あと一人。いい教訓になりました。大丈夫？よし。さあ、じゃあここから入るのかな。行ってみましょう。さあ、あ、え、うわー、スキーバーやって。はい、なんかすごい妙な生き物がいる。古い貯水槽ですが。犬か。ここの匂い。デスハウンドね。しょ。よし。何か聞こえます。その首を取ってやる。オッケー。何が必要ですの？さあ、どんどん先に進みましょう。左に折れる。左に折れる、はい。う、なんか、うわ、え、ここ大丈夫？歩いて。したものです。向こうの道をたどれば別のスイッチが見つかるはずです。はい、了解。なんかすごい音が聞こえるけど。うおびっくりした。大丈夫？うわー、血落ちてきてるし。え、ちょっと待って。え、ここで食事したやつが落ちてくるってこと？めっちゃやばいやん。よいしょよいしょ。うわっ、びっくりした。もうはいはい、これがあれね、スイッチって言ってたのね。オッケーオッケー、よし。で、進めるようになったと。大丈夫かな。ここを行けば中庭に出ますわ。まっすぐ扉に向かって。はい、了解。ドキドキするわ。気持ち悪いね。
OK。 中庭大丈夫？ここで一体何がありましたの？何もかもが破壊されてますわ。この場所全体がまるで死んでいるようですのよ。何世紀もの間誰も足を踏み入れてなかったように見えますわね。以前ここは城の大広間に通じておりましたのよ。どうやら父が封印したようですわね。夕食の後よくここを散歩したものですわ。当時は何とも美しい場所でしたのよ。ここは母の庭園でしたのよ。そうですわね。名人が何百年も手がけたものがどれほど美しくなるか想像がつきまして、母がこの様子を目にしたら悲しんだでしょうね。お待ちになって。うん。なんか見つけた？ここの月時計は何かおかしいですわ。クレストがいくつかなくなっていますし、時計自体も傾いてますのよ。クレストが取り外せるなんて知りませんでしたわ。ひょっとして母は私たちに何か伝えようとしているのかしら。OK、じゃあちょっと調べてみよう。あのですね、この月時計はどこかおかしいですわ。とりあえずまずこのクレストを集めないといけないよね。あのですね、この月時計はどこかおかしいですわ。あった。三日月はどこなんやろ。オッケー、満月はここに入った。オッケー、三日月もここに入った。お、ここにありました。はい。で、これをここに入れる。オッケーオッケー。おーおおお、賢明ですわね、お母様。とても賢明ですわ。このトンネルには入ったことがありませんけど、中庭の下を通って塔の廃墟に通じていることはかけてもよくてよ。でも少なくとも近づいてはいますわ。行きましょう。よし、先に進もう。鎖を引く。近づいていますわ。確かですのよ。大丈夫？お城のこの部分は来たことがありませんの。用心なさって。何があるか分かりませんわ。あれ？あれは人影？わ、わ、はぁ、わぁ。よし。えい。腕前を見せてごらんなさい。よし。近づいていますわ。確かですのよ。さあ、わお、大丈夫？
おお、びっくりした。弓対決負けへんぞ。さあみんなちょっと先進んで。これはかっこいいな。いい教訓になりましたわね。これは外からの風が入ってきてるのかな。これは大丈夫？鎖引きます。おー、まあそうなると思ってたけど。よいしょ。わ、大丈夫？ここ歩いてもセラーナさん大丈夫かな。気をつけてね。すごい綺麗なところやけど。おー、どこから来ました？よいしょよいしょよいしょ。さあこの先なかなかね、守りの固いところやけど、そろそろこれで目的にたどり着けるのではないでしょうか。よし、私には勝てませんことよ。どこ？どこにおる？まだ扉あるわ、すごいな。さあどん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 先に進むよ。扉を開くたびにドキドキ、おお！開くたびにドキドキします。よし。まだおるんか。近づいていますわ。確かですのよ。はい、ここまだ最上階にはたどり着いてないと思いますわ。この辺りにはきっと秘密の通路があるはずですわよ。了解。また探さんとあかんってことね。 OK。 お、回す。それは母に委ねましょう。母はいつも私が思うよりも賢明でしたわ。隠し通路すごいね。これは？あ、お皿？普通のお皿。さ
さあ。どんだけ用心深いお母さんやっていう話やで。わあ、なんかたどり着いたよ。この場所を見て、ここに違いありませんわ。母が資料術にのめり込んでいたことは存じておりましたわ。だって私の知っていることは全て母から教わったものですのよ。でもこんな仕掛けがあるなんて夢にも思いませんでしたわ。ご覧になって、母は何年もかけてこういう部品を集めていたに違いありませんわ。それにしてもこれは何なのかしら。確かなことは言えませんけど、でもこの円環、明らかに何か重要なものですわよ。探してみましょう。母の行き先の手がかりがどこかにあるはずですわ。何を見つければいいんだ。母の研究は実に入念なものでしたの。記録を見つけられればそこに手がかりがあるかもしれませんわ。了解。では今回の実況はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ティラミスでした。